今日は焙煎機の掃除をしていきたいと思います。はい、ます。まずは焙煎機の後ろに煙突がついております。これを頑張って外していきます。しっかりはまってるんで結構外すのが大変なんですよ。はい、中にすすがいっぱい溜まってます。こっちは長い煙突でこっちもしっかり茶色いすすが溜まっているのがお分かりでしょうか。ブラシのついた棒でゴシゴシ掃除していきます。今日は蒸し暑いので大変ですね。暑いです。ゴシゴシしたすすがこのように溜まってきます。めちゃくちゃ取れました。今日もいっぱい溜まってます。1週間分のすすがこんだけ溜まってますね。はい、終わりました。お疲れ様です。どんな感じでしょうか。舐めれますか。お、全然さっきのすすが見違えるぐらい綺麗になりました。これでまた定休日明けの焙煎で美味しいコーヒーが焼けます。